今回はオーストラリアのことではなくて、どこの国かっていうと、それはハワイになります。なんでハワイの映像かっていうと、僕姉がいて、僕の姉も同じようにプロサーファーで活動してるんですよね。でハワイサーフィン指導をしに行ってて、でそのハワイの映像をちょっと今回入手してきたんですよね。それでちょっとそれを見たら、よかった。なんか映像がとにかく綺麗やし、で、まあ、波もでかいし、なんか見ててすごかったんで、まあ、もうちょっとこれは皆さんにちょっとシェアしないといけないなと思ったんで、急遽ちょっと編集して送ることにしました。とにかく、まあ、見ていただけたらハワイのその良さが分かるんで、ちょっと見ていただけたら嬉しいです。ではどうぞ。はい、ハワイの映像はこんな感じでした。いやー、すごいですね、ハワイ。実は僕も実際ハワイに5回ぐらいですかね、5回か6回ぐらい、行ったことがあって、それも毎年冬に行くんですけど、でなんでこの冬に行くかって言ったら、この冬ってすごい波が、ハワイのノースショアってところがあるんですけど、そこがもうめちゃめちゃ波でかくなるんですよね。で世界中クラスのトッププロサーファーが来るんで、すごい本当にもう
修行の場になるんですよね。サーフィンもだし、波も大きいし、姉はまだ、2月の後半までいる予定なので、ハワイに。なので、こちらのインスタグラムリンクも貼ってあるので、僕の概要欄のところに、そこからまたインスタグラムに飛んでいただけたら嬉しいです。ハワイのこととかも載ってるんで、もしよかったらチェックしてみてください。すごい今冬のロッシュはハワイですごい頑張ってるんで、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、今回は僕のことではなくて、もお姉ちゃんのことがメインになってしまったんですけど、もしよければ、この動画が良かった方はぜひ、グッドボタンと、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、See ya, bye!